おはようございます。はい、今日はオンデの食べ歩き。っていうか、こんな地方めちゃくちゃ寒い。あれ、寒い、寒い。これ言うんですよ、全然寒くないって言うんですけど、今の気温ここね、マイナス6度。サムギョプサルで口の中パンパンにしてやろうか、この野郎。はい、ここがホンデのメイン的な通りだよね。で、いろんな店が、なんか若者通りみたいな。若者通り、若者ミュージシャンとかお兄ちゃん、手を振るくれすぎ。早速、日本のおでんがありますね。もう温かい、食べる。いや、これインスタ映えしないでしょ。ヤンコッチで、これは羊、羊の串。名前かわいいね。そう、バッケヤンコッチ。意外にヤンコッチ。いろんなアーティストが路上ライブやってます。屋台いっぱいあるよね。本で、ね、ちょっとかっこいい人は結構いっぱいあってて、女の子たちはおすすめ。店員さんもいて、洋服と か, なんかスタイリッシュな男たちがいっぱいおるんで、若い女の子たちはぜひ。寒い。洋服とか安いんで見て、これ。あ、高ちょっと、ね、柄のやつ、うちのそうそう、うちの子たちに買っていかなきゃ。でもあれ絶対ポケモンから許可もらってないでしょ。食べるこれ。違うの見てて、うん、たこ焼き屋さんもあります。ちょっと食べないけど。これ有名？ちょっとインスタでいっぱい出てた。何？いいけど。チーズタッカンジョ。あ、これ普通に唐揚げなんですけど。日本でいう唐揚げだね、辛い。上にあのチーズがあって。いただきます。もう思いっきり冷めてる。もうちょっと熱くてよかったよね。なんか普通にお腹空いた時にこれ3500ウォンなんですね。コンビニ系の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 コン、あれだ、あれだ、最近、流行最近、流行ってる。最近流行ってるんですけど、クラブっていうか、なんか、女の子と男の子たちが、クラブじゃないんだけど、座って遊べれるとか、そういうところを見る。出会いバーみたいな感じだね。やらしい。このピアス屋さん、久々見た。俺、左に、じゃあ右耳はここで開けた俺。多分安いからな。安い安い。すぐ開けてくれるよ。高校生の時、1本2000ウォンくらいで開けてた。そんなもんだよね。俺より3000ウォンだった。あ、そうだ。うん。今寒い。それは寒くないって言ってたじゃん。あ、すいません。さすがに。サラでもさすがに寒い。寒い。はい、じゃあ次は。焼き鳥だね、タコッチ。種類は、塩焼きとか、照り焼きとか、辛いやつ。
マジで多分結構辛い。嘘をつくな、お前そこでは嘘つくな。あ、ちっちゃいけ言います。嘘じゃないよ。え、なんてなんてなんて、さっきちょっと映ってたじゃん。そんなめよ。はい。てか今の焼き鳥で だいぶダメージ負った。流行ってるあのお店なんですけど、ここがさっき言ったあの出会い場所みたいな感じ で出会いバー系だよね。ナンパするための、うん、目的がナンパするグリーンライト。横ツーナ。あのお店の有名です。普通の居酒屋でしょあれ。もうむちゃくちゃだから。ポンデと六本木。まあ楽しければいいんじゃないでしょうか。なんとなく寂しそう。あれ NB？ うん、あれ NB。あれクラブ NB ですけど、あれ昔もうなくなっちゃったんだけど、カンナム駅に NB あったじゃん。え、あそこ潰れたでしょ。潰れたっけ。潰れた潰れた、結構前に潰れた。これが NB2 で、これが NB1。 結構ヒップホップ寄りだよね。ヒップホップ寄りなんですけど、うん、もうほぼ20歳。若い子。若い、もう若すぎ。クセアクセサリー屋、いつも空いてるロッテリア。日本でマジに行きないからロッテリア。多分この動画、冬の韓国地獄説になる。動画のタイトル多分変わると思うんだよ。ホンデのモッパンとかじゃないからね。冬のホンデに来るなって。俺 YouTube やってなかったらマジすぐ帰ってるもん。これ映えそうな階段。屋台はトッポッキとこの韓国おでんだよね。本で関係なくなっちゃった。家の前にもあるけどね。これで終わり。おっさんだもんね。